あなたもひょっとして嫌な女？夏子夏子、いとこの夏子。なんで結婚詐欺師の弁護なんか。私は全然悪くないのよ。好きじゃなくなったから婚約破棄しただけ。やっぱり別れたくねえんだ。ほっとけなくて彼女が心配で。あなたの死に行くりするために私は弁護士になったんじゃないの。金目当てで近づいてきたようなやつ。私はこれで終わる女じゃないの。いい加減にしてよ。あなたといるとろくなことない。あんな感情が自分にあったなんて。手塚先生変わりましたし。なっちゃんと一等、自分に希望を持てたんだよな。ああ、あのババアか。ババア、まあ別にいいんだけどね。諦めるの。女の本音教えます。あなたと一緒にいたら私どんどん嫌な女になる。あんた昔から嫌な女だよ。